こんにちは、すずです。こんにちは今私鼻声なんですよ。なんでかっていうと、先週、今が木曜日なんですけど、土曜日に高熱を出して39度南部とかの土曜日から体調すごい悪くなっちゃってて、めちゃくちゃ声がこんな感じです。許してください。しずチャンネル、今日なんですけど、卒業文集が出てきたんですね。私部屋を片してたのよ。そしたら卒業アルバムが出てきちゃって、でなんかさ、そういうのってさ、めっちゃ見ちゃうじゃん。片付けてるのに見ちゃうじゃん。見てたら卒業文集が出てきたの、小学校の時ので、その内容がちょっと感動したというか、ね、本当に感動したので皆様にお伝えしたいなって思って、今日は動画を撮っておりますということで、それでは早速やっていきましょう。しずチャンネル、皆さん卒業文集とかってどういう感じで書いてたんですか？どういう気持ちで、結構ガチで書いてたのか。なんか、ちなみにですね、私の小学校は卒業アルバムにの写真で、そのみんなこうやって撮るんじゃなくて、自分のなりたい夢に向かって写真を撮るみたいな感じだったの。なんか例えば飛行士になりたい人は飛行士の格好して撮るとか、モデルになりたい人はモデルの格好して撮るとか、野球選手になりたい人は野球選手の格好して撮るみたいな感じでやってたんだけど、私の写真だって、でもめっちゃ芋なんだよね。なんでメガネかけて撮ってん、こちらです。もう面白いのが、これなんかボールがマジで、なんかもうボールの原型ないのよ。もう蹴りすぎて、もう柄もなくなっちゃってるくらい汚ねボール取ってんの。本当に、ね、汚くて、もうこれなでしこ着てるけど、これも多分いつもの私服なんだよね。多分これで行ってたから、サッカーとかに。やばくないっていう、まあ多分サッカー選手になりたかったんだろうね。で、そう、肝心のあれですよ、卒業文集ですよ。これがね、私本当に、まあ書いたことはちょっとだけチラッとこんなこと書いたなっていうのは覚えてたんだけど、見たら、ああマジか、こんな書いてたんだ、すごいと思ったし、なんかある意味今のお仕事にね、つながるようなことを書いていたので、なんかめちゃくちゃ皆様に共有したいなと思いました。まずもうちょっと後でやりますね。字がうまいんですよ。自分達筆なんですよ。しずだよ。自分の夢、私の夢はサッカー選手になり、日本代表になってオリンピックに出て活躍することです。はい、まずこれは叶ってませんね。この時は本当になでしこになりたかったんでしょうね。多分小さい頃からお兄ちゃんのボールにくっついて遊んでいました。はい、小さい頃からお兄ちゃんの、それこそお兄ちゃんサッカーやってて、お兄ちゃんの友達と一緒にボール蹴ったりとかして、それで上手くなってたっていうのもあるので、そうですね、サッカーを始めたのは3年生の最後の頃です。4年生になってサッカー部に入部しました。だけど女子一人でやっていたので5年生になって辞めてしまいました。はい、これはこの、動画にもしてるんですけど、まあ、女の子一人っていうのはすごいきつくて、もう結構いろいろ、なんか二人組組んでくれなかったとかで、多分その時メンタルが弱かったんで、やめてますね。けれども、6年生になって、の選抜チームのキャプテンを任されて、自分は今のままでいいのか、キャプテンなのに弱い気持ちのままでいいのかと考え直し、そこでもう一度サッカー部に入り直しました。あ、そうなんだ。なんか、そうだね、そう、6年生になって地元のそのトレセンっていう、地元のトレセン、市トレセン、市選抜みたいなやつのキャプテンになったんですよ。それで多分なんか周りにも大サッカー部に入ってる子がいて、なんかそんなんでいいのかなって思って、多分入り直したんだよね。毎日朝練に出て一生懸命練習しました。うん、秋の大会では試合のメンバーに選ばれました。多分サッカー部のってことだよね。男子サッカー部、そして当日はスタートから出てダンスの中でやりました。
当日はスタメンってことだったのかな、スタメン出たのかな、すごいね、やるじゃん。2試合とも負けてしまったけど、私は男子の中でやれたことがすごく嬉しかったし、とても印象に残った試合になりました。で、私は今プレーで足りないところがたくさんあります。これからその足りないところを努力して自分の大きな夢を叶えたいです。なあらしいですね。だからプレーで足りないところがいっぱいあるんだって。今のこの子6年生のしずは、夢が叶ったら支えてくれた家族や親戚夢叶ったら支えてくれた家族や親戚、お世話になった人たちに恩返しをしたいですそしてみんなが憧れる、こういうサッカー選手になりたいなと思えるプレイヤーになりたいです。そしていろんな人にサッカーを教えて、どんどんサッカーを広めていきたいですって書いてます。はい、ということでね、これ最後の文がすごく大事なんだけど、まあこの夢が叶ったら支えてくれた家族や親戚って、多分ちょっと先生とかに言われたよね絶対。こんな小学校で言えるか憧れる、こういうサッカー選手になりたいなって思える。まあサッカー選手には慣れてはないんですけど、やっぱ私の今の夢はみんなに憧れられる存在とか、こういう子になりたいなとか、しずちゃんみたいなサッカーしてる、ん?しずちゃんみたいにサッカーやってみたいなと思いましたとか、そういう子が増えてほしいなって思っているので、この気持ち的の根本的な気持ちは一緒なのかなと思います。そうですね、サッカーを教えられることはわからない、できるか、サッカーを広めていきたいっていう気持ちは、いや本当にそうで、女子サッカーを広めていきたいって思ってるので、ちょっと思うことはありましたね。なんかそっか、小学校の頃からやっぱこういう風に思ってたんですよね私はね。なんかすごい思い出深いですね。しずだよ、私の小学校の時の卒業文集を紹介しましたそうね、多分なでしこになりたかったんだよこの時の私は。多分ギラギラしてて、でも思ってることは一緒で、多分サッカーを広めたいとか憧れられる人になりたいっていうところでは、今少しはこの時の私の気持ちにちょっとは寄り添えてるのかなと思いました。皆さんもね、卒業文集何書いたか覚えてる人、覚えてない人いると思うんですけど、ぜひ実家に帰ってみた時とか、今手元にある人はちょっとちらっと見てみてください。でも中学校とか高校になると、なんか例えばなでしこになりたいとか、そういうことを書けなくなってる状況っていうか、まあ、思春期でもあるし、みんなやっぱり3年間の思い出とかを書き出したりするタイプで、で、私も結構そのうちの一人で、サッカー選手でサッカー、食べていきたいって思ってても、なんか正直それを書けない、自分が書けるほどの自信もないしみたいな、なんかまあ今更そんな日本代表にとか、なんかそういう気持ちもあったから、やっぱ小学校が一番純粋な気持ちで書けてたのかなって思います。しずだよということで、今回は私の卒業文集を紹介してみました。どうでした？やっぱサッカーがね、好きなんだね、本当に私って。ということで、見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。